元気が出る大チャンネル。外苑前バイスコイン中川博一先生のお墓にちょっとお参りして、今日は綺麗なイチョウ並木を見に神宮外苑にやってきました。竹林が綺麗ですね。25周年を無事に送ることができ、先生に感謝しています。挨拶をしていきたいと思います。先生のお墓です。梅窓院神子先生のお借りしてます。お花を買ってきました。ガーベラとね、可愛らしいお花を用意しました。先生おかげさまで25年になります。中川博之先生のお墓に手を合わすことができました。先生のおかげで今の北川大輔があります。これからもますます頑張って、先生にそして奥様の神子先生に恩返しができるように頑張りたいと思います。先生ありがとうございました。ここは有名な明治神宮イチョウ並木です。今日はここで25周年の記念曲思い出を歌っていきたいと思います。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。この明治神宮外苑イチョウ並木、この並木道で北川大輔の25周年記念曲思い出を歌ってみたいと思います。振り返ってみたら凸凹道が見える、たくさんの顔と明るい声がする、思い出喜び多く、悲しみは僕を強くしてくれた、新たにあなたに届けたい、いつだって朝日は朝日は輝くよ、遠回りをしたと思うよ、いいじゃないか、人生に無駄と言う文字ないんだよ、思い出今でも浮かぶ、あの人と淡い恋心どこに、あの街この街元気ならいつだって朝日は朝日は輝くよ。すごい並木道見て、すごい綺麗です。ほら、すごいですね、この季節ならでは、明治天皇と皇后の足跡を祝って全国の皆さんからの寄付でこの植えたという、すごいイチョウ並木が今ピークですね。最高です。
綺麗だな。思い出切なく胸に美しい花を咲せてくれるあなたに、あなたに届けたい。いつだって朝日は、朝日は輝くよ、朝日は輝くよ。北川大輔25周年記念曲思い出、高畑淳子先生作詞、加納源太先生作曲の曲をこの外苑前の綺麗なイチョウ並木の前で歌うことができました。あーんと綺麗ですよね。最高です。あらすごいね、気持ちがいいです。以上、北川大輔でした。You're Myanmar? Myanmar. Yeah, in Japanese singer. Yeah. いつだって朝日は、朝日は輝くよ。Thank you very much. Thank you very much. この動画が良かったと思われる方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。